君の元忠は捨て石、助けは無用。上杉を抑えた後、決戦へと向かわん。家族を失おうと死者より使いし配下を失おうと、わしは歩みを止めるわけにはいかん。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くのもとし、太平の世の礎となるためいかなる犠牲もいとわぬ。Save that stubborn old man. Mitsunari 殿は全国に檄を飛ばし、家康様の留守をついて挙兵いたした。京に残る大名の妻子らには強引にも人質に取られた者もいるらしい。いよいよ決戦が迫ってまいった。私の意地を見せてくれるわ。みんな水をかき集めよう。急ぎ火を消し止めるのだ。
人士は。なぜ奴らが。Thank you.
少年馬ぞ、三河武士の意地を見せよ。
女子供だけはここから逃がさねば。あんたも運がないね。恨みはないが死んでもらう。
やるね。聞くぞ。最後の夜、殿とは今生の別れになることは分かっておったが、幼き頃より今川武田という芸にも恐ろしき者たちと共に戦った間柄、今更言葉など入り申さぬ。殿が太平の世浄土より見守らん。